どこから見ようかなって悩みますよね。美味しいスープはいかが？物見ゆさん、やらかし大好きね。ぜひぜひうちの商品を見てきてくれ。いやいや。おお。ああ。 あとだし、少しくらいゆっくりしてもいいよな。どう？わかった。あれ？ どかな街だな。ロゼッタさん、いばらの魔法。ロゼッタさん。あら、ルリアちゃん、街は見て回ったの？私も何かみんなのお手伝い。そうなの？別に無理しなくてもいいのよ。でも 私も役に立つ、何かないでしょうか？そうね。それじゃあこの町楽しいことを調査。ルリアちゃんが見風が穏やかね。開かないみたいですね。 何かに使えるかな。次はどこに行きましょうか。あらやだ。鍵を見つけたらまた来てみようぜ。カタリナさん、非道なエルス。カタリナ、姉さん何してんだ？見慣れたものを見かけたものでね。訓練。カタリナは剣の達人だもんね。まだまだ私。ないな。 そうだ、団長。これは覚えておいてほしいんだが、私たちの戦いの技術はマスタリーポイントで磨かれる。戦いが厳しいと感じたら思い出し、確認してみてくれ。試してみよう。使えるかも。うん。団長に負けないよう、私も日々精進せねばな。少し早いかもしんねえけど、待ち合わせ場所に向かってみるか？いいぞ。安いよ安いよ。今ならどれもこれもより取り緑だ。確かこの辺で集合するんだったよ。もう町の探索はいいのか？うん、もう十分かな。そっか。あ、見てください。グランサイト。確かラカムが修理に出すって言ってたよ。今日私がグランサイト。あなたそうですね。いい香りでしょそうねすまねえ、待たせちまったな。グランサイファーの修理を頼んできた。よかった、ありがとうラカム。さて、船の修理が済むまではこの町で。忘れ物が。お、なんか声が。では行ってきます。あ。うわ。ああ。失礼。おいこら、おいらは都会に喋った。待ってくれ、驚かせてしまい。言っちまったな。ただごとではないのは確かだな。あの御仁を追ってみよう。すごいな。テンペールにはまだ逃げ遅れた人たちがいる。一体どう。突然祭壇が光り出したと思ったら恐ろしい突風が。お神様が怒っているんだ。しかよし、それじゃあ戦うメンバーを選ぼうぜ。私がついていこう。おう、任せとけ。私の力が必要。あそこのカウンターでお仕事、クエストを受けられるみたいですよ。旅の合間に覗いてみるといいかもです。まもなく出港します。はい、大丈夫です。では船へ急ぎましょう。よいしょっと。あとは自動操舵で十分でしょ。ご挨拶が遅れました。僕はフォルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ。この到着までしばらく時間がかかります。皆さんの様子を見てきて。小さい船で恐縮ですが、しばしご辛抱を。ええ、僕が住んでいるフォルカのある島も含め。それでちゃんと面舵を当てて安定させるとな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。なるほど。我々は何とか逃げ。わかりました。あそこからテンペーレへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、待ってくれ。このおいみんなをどうか。頼む。おい、あそこを見ろ。助けて、誰か。やい、何してやがいだ。反抗するなら許さねえ。これならいける。こちらローランです。リー君、皆さんこんばんは。すげえじゃねえか。手作りにしちゃはっきり聞こえるぜ。何やら騒がしいですが大丈夫ですか。島の人たちのゴブリンに襲われてて。なんですって。何人か囚われているようだ。だが私たちに任せてくれ。どうかお願いします。任せたよ。了解だ。みんな頼りになるな。やっちまえ。いい調子。任せな。助かったよ。水くせえこと言うなって。いい調子。今だった。任せな。助かったよ。どういたしまして。力が湧いてきた。みんなついてきて。仕掛ける。俺も続く。いい連携だったよみんな。あ、この調子でいくぞ。まだまだいけるぜ。負けられない。上演だ。気抜くんじゃねえぞ。これでもっと頑張れる。いい調子。好機を逃すと。私に任せて。みんな油断するなよ。分かってる。みんなついてきて。合わせて。ここからです。了解した。よし、これで全部だな。捕まっている人たちを助けましょう。一時はどうなることかと。さあ、順番に船に乗って。私たち助かった。いや、怪我人を。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集団。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。はっ、ね、それ。こちらローランです。そのに捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。